それではご紹介いたします。岡本浩太さんです。おはようございます。おはようございます。岡本浩太です。よろしくお願いいたします。デビューしてまだ間もないから、もちろんこの番組は初めてですもんね。はいはい、そうです。広島から出てきたのよね、20歳の時。そうですね、20歳の時に、はい、出てきました。うん、それで、うん、まあ、いろんな仕事をしてきたんですけど、初めはやっぱり歌手になろうって思って出てきたはいいけど、うん、どうやって生きていくのっていうところにやっぱたどり着いて、うんうん、まあ、初めの頃は電気工事、携帯電話のアンテナつけたりとか、はい、であとコンビニでアルバイトしたりとか、あとはそうですね、沖縄料理屋さんで料理作ったりとか、うん、まあ、そんなのをしてたんですけど、うん、でまあその隙間でやっぱりどっかで歌って実力つけていきたいって、うん、まあ、いろんなところに歌いに行くようになって、うん、そしたらいつの間にかカラオケのガイドボーカルとバックコーラスのお仕事をさせていただけるようになったりとか、うん、であとはアニメの主題歌を歌わせていただいたりとか、うん、まあ、いろんなそんなのをちょっと経験させてもらいながらここまで来ました。という岡本さんです。はい、まあ、歌ももちろんですけど、はい、ちょっとしたよその番組でご一緒したんですよ。はい、猫が大好きなのよね。猫が好きなんです。もう、はい、全部 T シャツが全部猫の絵なんですよ。それでびっくりしました、はい、ね。ありがとうございます。猫は自分でも飼ってらっしゃるの？そうですね、自分でも飼ってます、うん、はい。猫のどういうところが一番好きですか？そうですね、なんかもう猫はもう僕神様だと思ってるので。本当？もう僕自身がもう猫のしもべじゃないかなって思うぐらい、うん、でもそれぐらいなんていうかもう不思なんだろう、もう予測不能な猫だったり、もう何ですか、僕の膝の上に乗ってる猫も、もう全てがちょっと愛おしくて、うん、はい、それぐらいもう大好きです。どういうことで、猫グッズも自分で手作りで？そうなんです。初めは、うん、猫グッズを買って、うん、じゃあ身につけたりとかいろいろ知ったんですけど、うん、ありがとうございます。お、はい、それだけじゃ物足りずですね、猫のグッズを作ってしまいました。ついに自分で、猫のバッグ、これ見えますか？見えますよ。真ん中に銀のね、猫がいるんですけど。それはご自宅の猫の顔ですか？そうです。うちの猫をですね、デザインにして、このバッグに貼り付けてるっていう作業を自分でやってます。あと上にこの、ね、うち、これもうちの猫の、ピンバッジ。ピンバッジ、ちょっとちっちゃいんですけど、はい。そのうち猫が足りなくなったらうちの猫も。ぜひぜひいつでもお待ちしておりますので。お貸ししますね、モデルとして。下に書いてるのはそれはその猫の名前ですか？あ、これですか？ええ、あ、これはもう僕がちょっとずっと言い続けてるキャット&ピースって言って、猫と平和って言って言い続けてるんですけど。キャット&ピース、はい、そんなアマチュアの頃に、キャット&ピースっていう歌まで作ってしまったっていう。おお、それくらいちょっと大変。相当好きなんですね。そうなんです。それは何ですか？猫のサコッシュ。何すか？ね、前に出ましたね。サコッシュ。サコッシュ、ね、サコッシュって何ですか？サコッシュ、肩からかける、肩からかけるバッグ。ちょっとね、えらペラペラですね。ペラペラ。あ、いいですね。あ、いいですね。あ、可愛い感じで。はい、ね、はい、あ、いいですね。今日それ持って歌うの？これ持って歌いましょうか。いや、やめた方がいいですね。新曲ね、新曲発表会もここのお店でね。そうですね、してくださいましたね。嬉しい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、そのデビュー曲について はい、お尋ねいたします。はい、あなたに哀愁、はい、どんな歌ですか？このあなたに哀愁はですね、あふれんばかりの思いを愛するあなたに土直球ストレートでお届けするという直球型求愛ラブソングとなっております。キャッチーじゃないですか。はい、ありがとうございます。直球型求愛ラブソング、はい、いいですね。で、作曲はご出演いただきました、はい、向井浩二さん、はい、ね、はい、作ってくださったのね。そうです、僕の歌の先生でもありまして、はい、いいですね。浩二先生に作っていただきました、はい、とてもいいですよ、本当にかっこいいです、はい、ありがとうございます。ね、あなたしか見えない、こうしているのが夢のよう、あの日あの時あの
場所で芽生えた愛がここにある。震えるくらいあなたに愛する。心も体も何もかも話はしない。あなたに愛する。優しい瞳がしみるよ。二人の出会いにありがとう。時がどんなに急いでも守ってゆくよ、いつまでも。こっちを向いてあなたに愛しゅう。ときめく心を隠せないロマンの香り、あなたに愛しゅう。二人の明日に続いてのご紹介いたします。藤井可愛さんです。おはようございます。藤井可愛です。おはようございます。よろしくお願いいたします。もうその気もないくせにも言っていただきました。ありがとうございます。私たちは藤井ファミリーですから。ありがとうございます。よろしくお願いします。いつから、はい、可愛さん、はい、なんか趣味で今マスクをやってらっしゃるな、はい、マスクはまあ、皆さん作られたりもすると思うんですけど、はい、私は市販のものを集めていまして、デザインがやっぱりこう小顔に見えるものとかもいろいろあって、でね、色が本当に何色もあるんですよ、うん、で結構こう肌の色で合う色合わない色ってあるじゃないですか、うんうん、で私が集めてるマスクっていうのが、はい、結構その肌色に合わせて、うん、おすすめのこの肌の色の人はこの色が合いますよみたいなのが書いてあるので、あ、書いてんの？そうなんですよ、うんうん、パッケージに、うん、だからその自分の肌に合う色のマスクをコレクションして、はい、ちょっと写真があるらしいですね、はい、はい、あ、こんな感じで、あのケースの中全部マスク？あ、そうです。後ろにあるのはちっちゃい引き出し、タンスみたいな感じなんですけど、うん、色分けして常に各段に10枚ずつぐらい入れてるんですけど、でそれを玄関に置いていつもこう玄関でお洋服を見て服に合わせてマスクもコーディネートするっていう。これだけ種類があるってことは、これウレタンのマスクですか？普通の不織布マスクでこういう色がついてるものがあって、うん、あ、そういうことなんですね。ゴムの部分もいろんなカラーがあって、あ、本当ですね。あら、これ、はい、その今回はこういうスタイルで、そうですね、これが自分的には一番肌の色に合うんじゃないかなという。小顔って言ったけど確かに。あ、そうなんですよ。目しか、まあ、目しか見えないと当たり前ですけど本当に顔が小さく見えますよね、はい、そうですね。可愛さんは、はい、お兄さんがいらっしゃるんですね。そうなんです。6つ上の兄がいまして、よく一緒にカラオケをなさる。そうですね、兄もすごく歌が上手くて、うん、歌が好きなのでよくカラオケに行ったりして、うん、子供の頃はね、まあ、よく家族でカラオケ行ったりしてたんですけど、はい、私がデビューしてからなかなかこう2人でカラオケに行くっていうのはなかったんですが、うん、先日久しぶりに一緒にカラオケに行きまして、いろいろお互いの歌を聞いてたら、あ、この曲合うねとか、お兄ちゃんやっぱかっこいいねとか褒め合ってすごい楽しいカラオケでした。あ、いいね、褒め合うっていうのはとてもいいことね、そうですね、いや兄弟でもそういうことって大切なことなので、そうですね、ちょっと年が6つ離れているので、やっぱりその分
結構仲もいいかもしれないです。はい、なんかでもガイドボーカルってね、お二人ともそうなんでしょう。そうなんです。すごいですよね。カラオケの見本の歌がこう機械から流れてくるっていうガイドボーカルというお仕事を、はい、私は以前デビュー前にやらせていただいてて、うん、岡本浩太君もそうじゃないの？そうなんですよ。同じよね。今回ゲストの岡本さん。それってどうなんですか？横のつながりとかあるんですか？なんかお互いに。あ、全然私は岡本さんがガイドボーカルやられてたのは知らなかったんですけど、うちはもともと兄がガイドボーカルをお仕事でやっていた時期があって、うん、で私は兄のまあ紹介という形でガイドボーカルやらせていただいてたので、うん、カラオケの機械の中に私たち兄弟の歌声も入っています、うん、ここで新曲のお話を、はい、夢告げ鳥、はい、新曲がどんな歌ですか？はい、夢告げ鳥と言いまして、うん、春告げ鳥というのがウグイスのことなんですが、はい、そこからできた造語で、うん、まあ、好きな彼と別れて夢に向かって大きく羽ばたいていく、うん、そんな自立していく強い女性の歌となっております。はい、お知らせがございましたらどうぞ。はい、昨日ですね、ちょうど6月14日ミュージックビデオ集のDVD が発売になりました。タイトルがビデオシングルス夢告げ鳥というタイトルで、デビューしてから今まで新曲夢告げ鳥までのミュージックビデオがギュッと1枚に、はい、凝縮された、私の成長がわかる DVD となっております。そしてあさって土曜日6月17日には、はい、蒼月ホールで5周年コンサートを開催させていただきます。皆さんぜひお越しください。愛の正体はあなたの願い従うことだと、小さな指輪と優しい言葉で取り囲み閉じ込める、私の涙さえ愛だけが鳥へと思わせた、そっとその手に抱きしめるたび、私じゃないんでしょ、そばにいる人が、私じゃなくてもいいのなら、夢見る気持ちを目印に飛んでいくせて、空の彼方へ。俺かに信じて、いつの間に忘れてた、傷つく人生。そよぐ風が静かに呼びかける、自分らしさを取り戻すのよ。あなたじゃないんでしょ、愛をくれるのが、あなたじゃなくても平気だわ、夢見る
よ